どうもしゅんです。こんにちは。こんにちは。今日はワンキャリアさんに来ていまして、この動画を見たらエントリーシートの書き方がわかるっていうような動画にしたいなっていうふうに思っています。ワンキャリアの多田さんに来ていただきました。ワンキャリアの多田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。就活生役として僕に加えて丸井瑠衣さんに来ていただきました。こんにちは、丸井瑠衣と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はワンキャリアさんにお邪魔し、あらかじめ書いてきたエントリーシートを評価していただきます。こちらが丸井さんとしゅんのエントリーシートです。まずは丸井さんの自己 PR から見ていきます。私やっぱ目立ちたいっていう気持ちがやっぱちっちゃい時からすごい強くて、だから今芸人っていう道を選んで、トリオを組んでコントをしているんですけど、ピンでも広瀬すずさんのモノマネをやっていて、モノマネのネタとかの向上にやっぱり精を出していて、何事も前向きに取り組むことができるっていう強みが自分にあると思うので、そういうのを発揮してどの部署に配属されても力を発揮できるんじゃないかなって思ってます。広瀬すずの恋するレオパレスショートコント釣り。よし、今日は鯛を釣るぞ。あ、釣れた。でもこれ鯛じゃなくて鯉だ。恋するレオパレス。全然似てない。似てなくね。似てますよ。似てませんこれ。似てない、全然似てないですよ。モノマネはめちゃくちゃ面白かったです。そうですか。まあ、ただその自己 PR のその前提みたいなところに沿ってないなってところを、自己 PR って強みっていうのをちゃんと入れないといけないっていう話が多分前提としてあるんですね。その中で多分強みっていうのが何事も前向きに取り組むことができるっていうのって誰でも結構言えません。そうですね。何事も前向きに取り組むことっていうのを自分らしい言葉で喋っていかないといけないと思うんですね。で、二つ目は自分が出したい強みって複数あるのが多分普通だと思うんですね。その中で自分のその強みが企業が求めてる強みに合ってるのかみたいなところはちゃんと確かめないといけないなと思ってます。確かに確かに。で、合わせすぎるのも良くないんですよ、これ。迎合することになるんで、自分が本当にこの会社に行きたいという前提で自分の強みっていうのを企業の強みと求めてる強みと合わせるっていうのは必要だと思います。で、その時にワンキャリアでもいろんな情報を公開してる中でもおすすめなのが、その合格の秘訣ってところに書いてあるので、はい、そこの中にいろんな企業さん の求めてる強みとか、選考ステップ別に一次面接ではこういうことが求められてますとか、二次面接ではこういうことが求められてますとかってのが書いてあるんですよ、はい、だからそれって事前に知っておくだけでエントリーシートを書く内容って変わりません？そうですね。すごいですね、それ。企業によっての対策が書いてあるってことですか？あ、そうです、そうです。企業個社別に書いてあるので、合格の秘訣っていうところをクリックしてもらったら、企業ごとに全部出てきます。あ、そうなんですね。面白さはあるんで、会ってみたいなとは思うんですけど、3点ぐらいないですか？70点足りないんですね。そうですね。前提に沿ってないからですね。さっき言ったこの2つに沿ってないんで、まあ、今回架空の企業なんで合わせるの難しいんですけど、1つ目の方、自分の強みって何なのかっていうのをちゃんと経験ベースと、で自分らしい言葉で書かれてるかっていうところがめちゃくちゃ重要なので、それが多分なかなかできてなかったのかなと思います。なるほど、強みを言語化するためにまず自分の経験全部洗い出してみて、でそこから抽象化して自分の強みっていうのを言語化しようとするんで、経験を洗い出すのにも時間かかるし、で言語化するにも自分の能力が足りなくてなかなかできないっていうので、でここで詰まっちゃうんですね。これがまあ言えば機能的に考える、経験ベースからいろんな具体例から抽象化するって方法なんですけど、逆に抽象化されたものから具体的に落としていくっていう方法もあるなと思って、これはまあ演繹的な方法なんですけど、勝手にもう言葉化されてるものから自分の経験を背景につなげた方が絶対にやりやすいし、自分も納得感あるんで喋りやすい。はい、ということで丸井さんの自己 PR の改善点としては、自己 PR の前提に合わせるために自分の強みを明確にすることと、自分と企業の強みが合っているか確認することが挙げられます。そのための具体策として、機能法ではなく演繹法で自分の強みを探ることが大切です。経験から強みを探すのではなく、一般的な強みに当てはまる経験があるか否かで自分の強みを探ってみることが重要です。僕も前回30点だったので、お、前5点じゃなかった。5点。自分の中で過去を塗り替えて。間違ってない。僕はその物を作って多くの人に届けるっていうことが得意です。で具体的には大学時代に行った YouTube 活動では、誰に何をどのように、伝えるかっていうことを
意識して、で登録者数0人のところから登録者数 2.9 万人のところまで伸ばしました。なので競合の少ない一つのジャンルに絞って流行に左右されにくいコンテンツを作成し続けました。その YouTube の活動っていうのがどういう背景から自分はやり始めたのかってところが多分自分の強みのところに紐づくんだろうなと思っていて、その YouTube を始めたのもここに注力したいから YouTube 活動を始めましたっていう見せ方にした方が、多分自分の強みっていうのが際立って見えると思うんですよ。なるほど、うん、真の自己 PR の改善点としては強みや行動とその背景が紐づいていない点が挙げられます。具体策としては強みの理由や背景も伝えることが重要です。〇〇に注力したいから始めましたという方がより強みが際立ちます。で多分この活動って結構レアなんで、はい、おそらくイエスは通りますね。やったー私は人前に立つことがすごく好きで、学生の頃から体育祭で応援団長を務めたり、有志で仲間集めてそのコントを披露したりしました、うんうんうん、でそのため出世してリーダーになった際には引きを取る力があると自負しております。0点に近いと思います0点に近いと思います。0点、うん、これビジネスマンの言語に合わせて分かりやすく伝えることの方が大事だっていう話をしていて、なんでしょう、自分が目立つ領域を書いたっていうイエスになってるじゃないですか、これって。そうじゃなくてもっと分かりやすく書くべきなんですね。どんな目標を掲げていて、現状との目標とのギャップってあるじゃないですか。これを埋めるためにどんな課題があって、施策があって、結果があるのかっていう、この流れで書かないと分かりづらいんですよね。はい、ということで丸井さんの学一化の改善点としては自分の目立つ領域だけ書いているので全体のプロセスを含めて書いた方が分かりやすいです。具体策としては問題、現状、課題、施策、結果の流れで説明することが重要です。僕が学生時代頑張ったことは格上の人に会うことです。大学2年に始めた YouTube 活動で会いたい人に取材許可を取り、ファミリーマートの社長をはじめとする多くの経営者、著名人の方に取材してきました。その経験から学んだことは相手の時間の価値を認識すること、明確なメリットを提示すること、周りの人がやっていない手段でアプローチすることです。おそらく会ってみたいとは思ってもらえると思うんですよ取材をして、で格上の人とずっと会い続けないといけないとかってそういう話もあるじゃないですか。はい、じゃあそれをどういうふうに実現していったのかとか、そういう話もないと再現性がないですよね。なるほど。もう一回やったらできるのかっていうのを聞いてるわけなんですよ、はいはいはい、だからそれを考えるために目標があって、現状があって、課題があって、施策があって、結果がある。はい、ということで旬の学知化の改善点としては再現性を示せていない点が挙げられます。具体策としては問題、現状、課題、施策、結果の流れで説明することが重要です。だからその再現性っていう面で引きはあるけど面接でちょっと聞きたいなっていうふうに思われるイエスだなと思います。なるほど。じゃあ点数的には90点ぐらいっていう。50点ぐらいそう。私現在22歳で大学に通ってたら4年生の代なんですけど、うん、私の友達、友人の多くが就職活動に対して悩みを抱えてるのを身近で結構目の当たりにしていて、悩んでる友人たちを見た時にこういった人たちの手助けができたらなって思い、本社への入社を志願いたしました。僕の志望動機としては本社の社員さんたちに OB 訪問をさせていただいた経験から、御社の新卒領域における問題意識と企業理念に非常に共感しています。持ち前の行動力を生かして御社の就活領域の革新にぜひともお力添えさせていただきたいと考えています。2人0点ぐらいなんですけどいやこれ難しいんですよ志望動機この2つ両方見てたんですけど誰でも言えそうな経験が結構多いんですよ。そうじゃなくて複数の経験、複数の経験があるとその人らしさって出てくるじゃないですか。で 4P っていうフレームワークだったりするんですけど、はい、そのフレームワークを使えば仕事で、あとは人で、あとは組織風土とか理念で、あとは制度で、この4つのこの観点で自分がモチベーションが上がるとか自分が成長できる環境かとかっていうのが多分企業の中でも見えてくると思うんですね。で
それは過去の自分でも同じで、サークルの中でもおそらくこの4つの仕事とか人とかどんなものが惹かれて自分が入ったのか出てくると思うんですよ。それを照らし合わせてマッチングさせないといけないんですね、志望動機って。この4つの観点で人、仕事、あとは組織風土、この3つがあるから御社を志望しますって言った方が説得力高いんですか。なるほど。だから大体の就活生が1つか2つで終わってるんですね、はい、だからこれを3つぐらいにした方が説得力が増します。でそれぞれが過去の環境と紐づいている、そうすると説得力ありません。確かに。その環境っていうのは自分が、モチベーションが上がった環境とかパフォーマンスが上がった環境が企業との環境に似てますよっていうのを言えれば OK なんですよ。実際難しいポイントって、はい、組織風土とかなかなか社員さんも言語化できてないところだと思うんですけど、はい、それをさっき言った合格の秘訣にも載せてます、はい、どんな社風なのかとか、うん、言葉化されてるものがあるんですね、はい、例えばみんなで腕を肩を組んでそのチームを乗り越えるっていうそういった文化があるとかっていうのが書いてあるんですよ、マーケティングに。なるほど。だからそういう文化があるっていうことをまず OB 訪問の中で確かめて、実際にそうであればその言葉を使ってじゃあ自分も今までチームで肩を組んで成果を成し遂げた経験があるから御社の組織風土が合いますって言えるじゃないですか。だから実際にその組織風土が分からないのであればワンキャリアとか就活サイトを見てみてその組織風土を言語化されているものを使ってもいいと思いますし、あとはどんなビジネスしてるのかなっていう仕事の面とか業務の面とかってなかなか分かりづらい部分もあると思うんですね。これはもちろん人に会って確かめた方がいいポイントではあるんですけど、我々のワンキャリアの中で書いてあるインタビューの記事とかで実際どんな業務してるのかとかどんなことを目指してやってるのかとか目標は何なのかとかっていうのを書いてある記事があるので、その記事を読んでその会社ってどういう会社なのかなってところを知っていけるのはできるかなと思います。はい、ということで2人の志望動機の改善点としては自分らしさが出ていないことが挙げられます。具体策としては複数の経験から志望動機を作ることが挙げられます。まあ今回僕たちは大体50点ぐらいっていうそうですね。だけどまあ0点もあったんで、はい、全体で20点か30点ぐらい。なるほど。次回はちょっと100点取れるように頑張りましょう、はい、頑張りましょう、はい、で下の概要欄にワンキャリアさんのサイトは貼ってあるのでよかったら覗いてみてください。ということで、田田さんありがとうございました。ありがとうございました。